こんばんは。時刻は17時を回りました。2月23日水曜日、ウェザーニュースライブイブニングのお時間です。この時間の担当は檜山沙耶です。よろしくお願いします。チャットにご参加の皆さん、この時間帯もご参加いただきありがとうございます。引き続き生放送で最新気象情報をお送りしていきます。先ほどもたくさんのコメントありがとうございます。先ほどゆいちゃんと約9ヶ月ぶりぐらいでしょうかクロストークをさせていただいたんですけれども、やっぱりゆいちゃんと会うと疲れが吹っ飛びますねすごく癒されました。皆さんどうでしょうか。なんと同時視聴者数が YouTube で6900人以上の方が見てくださったようでして、すごく嬉しい気持ちになりました。グッドが上がってます。いいねですか。ありがとうございます。グラフがグッド上がってるってことですか。高評価ボタン、グッドたくさん押してくださったのかと思いました。押してくださった方もいらっしゃったんですか。ありがとうございます。やっぱり大切な同期でありね、デビュー当時からずっと一緒だったので、すごくこうなんでしょうね、友人家族みたいな気持ちになるんですね、お会いすると。ぜひ皆さんもそういった方もね、周りの方々に感謝して皆さんもこの時期過ごしていただければと思います。もうみんな押してるよと。ありがとうございます。最高6962人でした。本当ですか。でなんかゆいちゃんとまたねこう特別番組とかあればまた嬉しいんですけれども、今後そういった機会があることを私もすごく願っております。天気が穏やかな日でこそねクロストークできるかと思いますので、今後も穏やかな日を祈って番組を進行していければと思っております。いいね押しましたとありがとうございます。インスタライブあたりだったらできそうですね。今後またなかなかこう時間帯がずれていて会社でお会いすることは難しいんですけれども、プライベートでしたり、あと時間を見つけて社内でも、はい、インスタライブなどもできるように努めていければと思っております。グッドがいきなり増えたとありがとうございます。今穏やかな天気ということでこういった時間を設けさせていただきました。ただまだ日本海側の地域では雪の降りやすい天気が続いていきそうでして、一旦止んでも積雪の増加が考えられますので、イブニングの時間帯も詳しい気象情報をお送りしていきます。まずはですね、この先のラインナップ見ていきましょう。17時から18時までのこの先のラインナップです。いやー、イブニングの時間帯すごく今日頑張れそうですゆいちゃんと会ったので。